或者上湖南广西。对。三分一周島台になってくるな。三分とかやっぱ本当そうやな。あ、結構待ってるね。結構待ってるけど。200周年ですからね。安いもんね。50円でリラックスにできるんだったらリラックスしちゃいましょう。グリーン車じゃこうはいきませんからね。よし、買った。よし、3分。買った。どこだ ?6 号車どっちだ ?6 号車どっちだこっちが。これ京都駅なんだ。ああ。おお、サニーパーセンテーか。ちなみに。どんな感じ？あれ。まあまあ、いけてるな。これはすごいな。カニカ&カニカで来たんだ。まあ逆にレアかもしれない。不合者ってどこのあたりかな。大阪南波行き特急に連絡します。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券の指定番号の席にお座りください。さあ、電車のあれなんですね。さっきもちらっと言ったっけ。火の鳥でよく何列車っていうのありましたけど、伊勢志摩ライナーとかこっちのやつに比べてるんですね。こうやって知らんかったね。前まで出とったっけ、こんなちょっと古い画像キャプチャーがあったらちょっと探してみよう。ケイントッケですね。あ、やば。使っちゃいますからね。次乗って帰りたい。それじゃダメですからね。さあ、いやー、デラックス快適いいですね。ということで快適にデラックス車両で、伊勢中川まで来ちゃいました。まあ、プラスこの、ね、ところやったら特急料金プラス210円ですからね。ああ、210円であの快適空間だったらね、全然ありじゃないでしょうか。ちょっと普通席の方はだいぶ混んでそうでしたしね。よし、まあ、そんな感じで締めにかかろうかな。さてね、車に戻ってきましたけど、あて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 、ここはあのロック板が上がるタイプじゃないんでね、もうこのまま
出れるんで、まあとりあえずね、まあ伊勢市駅はねもうこれでバッチリと終わりましたんで、まあよしとしましょう、ということでございます。まあでもやっぱしいいですね、こうやってね、するとね、普段行かないところにね行ってね、新しい発見とかもあったりしますんでね、結構、その対外的にね、あの YouTube 的にあの動画の再生が伸びるかどうか置いといて、個人的に楽しんで、また、どっかのところでね見つけてね、やっていきたいなと思います。で、まあ、なるべくね変なところもないところをね、ある程度今後はね予習をしながらねやっていきたいなと思ってますね。来年はねある程度茶番もねあれですけど、予習ですよね、あまりにもね行き当たりばったりすぎますからね、そこのところを改善したい、望みたいなと思います。ということでですね、今回の動画ねこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。一応帰りもうカメラ回しとくと思うけどね。